作戦終了。各機で終了。各母船は3130まで艦載機を回収。安全圏へ脱出せよ。3194年から始まった人間と機械生命との戦いは今最後の時を迎えようとしている。私の名はシャイアン。 SH 型のムーブメント、ボディーパーツの一つで自ら思考するロボットだ。そして人類は地球の全地表もろとも機械生命群を滅亡させようと全地表制圧作戦を開始。作戦は達成され、私はオペレーターの人間と共に空母に戻るはずだった。私は退避を断念し、破壊された空母の一つに身を委ね、長い眠りについた。再び人間の存在を感じ、私は目覚めた。しかしまあなんと千年も経っちゃってたんだな。これがすごい、こりゃ映画だわ。ブツ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 とブツ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 、大体読めたよ。簡単じゃんこれ。元から簡単に書いてあるんだよ。ねえ、私イクール、イクールって言うんだ。あんたは？
私は SH-06H 型サイバロイド。型式名称はビラル06。コードネームはシャイアン。そんなこと言われてもわかんねえよ。では簡単にシャイアンと呼んでくれ。ところでどうだった？この町の人は。割といい。こんなものをたくさんくれたな。おっと、そいつは天使甘栗。この辺って盗賊が多いのね。でもさ、この町の人って機械作っても使えない変な奴らなんだわ。だからこうして私が守ってやってるわけね。え、天津甘栗ちょうだい。え、ちょっとそのなんか服をその着てほしいんだよね、私としては。うん、いやね、変なロボット、人間みたい。実はここだけの話だけど、私のパパ機械屋だったのよ。だからあんたのくれた操縦マニュアルもスイス読めんのよ。ここからずっと北の町にいたんだけど、ブラジル軍にやられてさ、ここまで来るときにパパ死んじゃって。まだ戦争があるのか。さっきのマニュアル見たけどさ、あんたって簡単に言えば戦車みたいなもんなんだね。きっと頼りにしてるからくれたんだよ、天津甘栗。昔は天津甘栗売りが路上にいたもんだけど、今じゃ貴重品だもの。裏ルートでしか手に入らないんだから。へえ、千年も昔の戦争か。なんか気を失いそうな話ね。まあ多分新素材と自動保存機能のおかげで生き延びられたんだと思う。生きてんの？ロボットじゃないの？ロボットだよ。ところで見てほしいものがあるんだ。あら、便利。私が生きていたということは、私の敵も生きている可能性があるということだ。へえ、いい男。あんたよりかっこいいじゃん。ブリブリじゃん。はいはい、ありがとう。ほんでさ、こいつを見たことないか？千年前にはエルメダインと呼ばれていたんだ。見たことないけど、エルメダインなら知ってる。ブラジル軍の戦闘参謀の巨人の名だよ。私の昔のライバルだ。ふーん、ロボットの世界もいろいろ訳ありね。ロボットに歴史ありか。エルメダインはエルメダインだけで 100% 機能するが、私は人間の力を借りて 100% 以上の機能をするように作られているんだ。それじゃこっちの勝ちだね。マニュアルにあったろうけど、私のここに人が乗るんだ。ここに乗った人は私の心の一部になって私と一緒に戦うんだ。心の一部になる？つまり、あなたには私が必要なわけね。そうだ。交換条件だ。天津甘栗、てめえの分も回せよ。はいはい、わかりました。その言い方やめろ、イメージが壊れるだろ。エルメダインだろ。ラスカダス城はすでに落ちました。捕虜は千人大収穫です。ブラジル皇帝もさぞやお喜びに。バカ、考えが甘い。見ろ。いいか、抵抗する者は全て殺せ。油断をするなと言ったろ、参謀長。申し訳ございません。この責任は私の首に変えましても。もういい、下がれ。人間。この町は修理もできるし、しばらくいさせてもらおう。そういうの賛成。
あれ20分以内に準備できるか。我々二人の初陣になりそうだ。ケルトリアまで19分。エルメダイン殿の通信を傍受しました。ラスカタスを落としアニエスベータへ向かっているそうです。エルメダインめ、ラスカタスなど赤ん坊でも落とせる城だ。遅れを取ってはいかん。一気にケルトリアを潰すんだ。遠くの敵が分かるなんてすごいね、サイアン。科学の力だ。そう、敵は3機。中にエルメダインがいるかもしれない。その時は逃げよう。なんで？君はまだ私の操縦に慣れてないし、千年生き延びたあいつの力もわからない。少し不安が残るから。パパみたいなこと言うのね、シャイアンの育児なし。さあて、やってみましょうか、軽くね。ケルトリアを肉眼で捉えた。戦車、用意よし。オリオニス殿、焦ることはござらんのでは。エルメダイン殿もそばを通りますれば援軍を頼まれては。あの機械人に領地をこれ以上取られては妻子に合わせる顔がないわ。あいつは領地に種をまかんで鉄を打ち込みおる。それは私も同感でござる。お気をつけて、陛下の機械を大切に。おうよ、買って帰る。準備整ってござる。行くぞ機長、切り離せ。雲が切れた。戦車を落とせ。90度回答。お気をつけて、オリオニス殿。コートランの股間を。真っ暗で何にも見えないよ、シャイヤン。おいよ。敵は戦車2台、航空機は旋回待機中だ。じゃあ読んだ通りにするわね。頼む。行くぞ。シャイアン、データ864173。了解。何者だあいつは。カモン、打ちまくれ。大丈夫だ。行くぞ。竜の火だ。竜の火を使えるやつがケルトリアにもいるのか。エルメダイン殿にご忠心申し上げるんだ。友軍機接近、ケルトリア攻撃軍です。なんだ、助けてほしいのか。何か発信していますが、早くて読み取りません。落ち着いてやれと伝えろ、バカども。了解。読み取りました。ケルトリアに竜一匹。そうか、竜が出た。ブラジルへ転身、戻るぞ。了解、ブラジルへ転身。風速10、追い風です。よし、急げよ。よい。お疲れ様。うん、シャイアンもね。じゃ、また。くれぐれも天使甘栗を忘れんなよ。ちょっと無理しすぎたかな。
エルメダイン殿、皇帝局が急の帰還の理由を問うていますが。緊急事態と伝えろ。私は地下宮殿へ降りる。何よそのマント。昨日の戦いで体を痛めてしまった。今修理中なのでみっともないからマントで隠してるんだ。ロボットでもそういうもんか。そういうもんだ。ところで私に何か用？修理が済むまでしばらくの間代わりに戦っていてほしい。イクールさん、装甲服を試着しに来てください。はい。装甲服？事態を認識しまして急遽制作しましたです。はい。私ファッションにはちょっとうるさいわよ。悪いけど。会場に出ました。ケルトリアまで5000ケルカン。準備いいな。完全に破壊しろ。シャイアン。へへー、似合うじゃん。寸法通りに作りましたから当然です。はい。この服はイクールさんの力を強くします。はい。各部にかかる力は背中の重力吸収によって吸収されますので、イクールさんに無理な力はかかりませんし、地面に潜ったりしないのですね、これがね。はい。なんかこの辺にエンブレムとかついてるといいのにな。私はね、トラットっぽいのが好きなのよね。何を時代ずれしたことを。もうちょっと色がな、こうなんか今一つ。イクール、目的を忘れるなよ。忘れてないよ。そっちも飯を忘れんなよ。しばらくの間よろしく頼む。銃は私の使ってくれ。その服なら大丈夫だ。オッケーオッケー、イクールにお任せ。ケルトリアを肉眼で確認。作戦開始しろ。地上部隊を下ろします。流星車投下。戦車、道を開けろ。私なんかいらないじゃないか。シャイアン、拗ねるなよ。いい子いい子。それにしても飛び道具ってのは偉いもんだな。お前って人間いまいちわかんねえんだよな。女っつうのはそういうもんだよ、シャイアン。わかったわかった。インコムにつけておいた私の目で見回してくれないか。こうか。オーケー、その調子で一回りしてくれ。ガンプだ。
ガンプがどうしてこんなところに。行く、他にもいるかもしれないぞ、気をつけろ。いや、あのロボット私のタイプだったからちょっと惜しかったわ。そうかい。どうしたの？千年ぶりだな、人間機械。覚えているのか。我々の記憶は共通だ。一個体でも覚えていればすべてわかる。
どうもおはようございます。ドラゴンズヘブンを作ってしまった監督の小林誠です。先ほどから流れているこの映像はですね、オープニングの撮影の時の模様なんですね。アトミックの小泉さんが撮ってくれたものなんです。あ、どうもアトミックの小泉でございます。これからその撮影の裏話なんかを誠監督と一緒にお話ししていきたいと思っています。よろしくお願いします。あと付き合ってくれるのはですね、模型の方の手伝いをずっとうちでやってくれているアシスタントのニラサー君です。どうもニラサーです。これは撮影の前日の部屋のものですね。そうですね、撮影は結構遠いスタジオまでですね、トラックで世田谷でしたね。そうですね、でそこまで運んでそれからっていう感じだったんですけど、前日に運び込んだ時にかなり壊れちゃいましたね。とにかく直すという感じでやってるところですね。これは何、これは表面にいっぱいビスを使ってあるんですけど、その頭がいっぱい出ちゃってるんで、それはエポキシパテっていうやつ、ね、ディティールみたいにごまかしてるんですね。こういうテクニックもいるんですね。そうですね。でいよいよ撮影の当日になるわけですけれども、基本的にはかなりの部分が動くように作ってあるんで、かなり運搬の時に破損がひどかったんですね。それで大体もう調整で、頭の3時間ぐらいそれで潰れてしまいましたですね。そうですね。で、まあ、模型の方の動かし方はこう分かったんですけれども、まあ、本物の、まあ、社員があったとしたらですね、社員は何で動いてるんでしょうか。模型の方はいろいろモーターとか動いてますけど、社員は本物としては電池じゃないですかね。電池なるほどね。まあ、天津山栗がエネルギー源であるという説もないんじゃないですか、ね、ない、あ、ないと、はい、これはですね、何をやっているかといいますと、当日あのベータカムというビデオでですね撮影したんですけれども、一応こうやってモニターを見ながらあちこちそう指示をするんです。あ、これは僕があのモニターでセットを撮影しているところ絵を見てて、背景とか立ち位置とかの指示をしているところに、いらっしゃる方がハッピーなカメラマンですね。さてここでですね、この2メートルもあります巨大社員の実際のその制作の裏話についてお聞きしたいんですけれども、例えば最初はもうアバウダの形で1メートルぐらいのロボットを作って動かそうって感じでね、よく、ニラサー君に図面を引いてもらったんですけど、はい、それがどういうわけでこういう2メートルぐらいになってしまったのかということなんですけどもね、パーツずつに作っていくんですけどね、まあ足とか手とか別々に作っていくんですけど、最後組み立ててみたら2メートルになってたと、なってしまった図面のコツというのは、そうですね、なかなかあの師匠がですね酒飲みに行って帰ってこなかったりして、進まなかった分この縮尺が変わってきたというか、なるほどですね、はい、酒の量に比例しちゃう、そうですね、帰ってこないんです。その辺がどうなんでしょう。まあ時間を食いすぎたって言ったら食いすぎたでしょうね。そうですね、はい、2ヶ月ぐらいかかっちゃってましたよね。これ酒だけじゃなくて女がありましたからね、この辺やっぱ大きくなっちゃうんじゃないですかね。知ってる、知ってる、まあいろいろあるそうなんですけども、うん、まあその間にその絵も描かなくちゃいけないわけですよね、誠さんは。そうですね、イラストの仕事も結構あったんで、でアニメ部分についてもかなりの量描いてらっしゃるんですけども、そうですね、大体どの辺をお描きになりましたでしょうか。アニメーションの部分です。背景は大体抑えました、背景はあの普通に絵描いた上にセルを重ねてるんですね、はい、そのセルの線の部分はほとんどフォローします。なるほど、あとは、切り抜きブックって言いまして飛行機とかが飛んでるので、はい、絵がこう動いてみたいなのがあると思う、はいはい、イラストがね、あの部分は全部塗りまでやってる。なるほど、究極ともいえる小林ワールドが展開すると、まあ、いいところですね。これ何かワイヤーな、これはね、各部のモーターのコードがどこがどのコードか分かんなくなっちゃったです。なるほど、煙体となってます。毒ガスですね。ガスですね。毒じゃないんですよね。ないんですけど、まあ、体に悪いだけで、だけで毒じゃない、それは毒じゃない、ですか、ね、我々ここでこうしていられるわけですからね、はい、それは毒じゃなかったということで証明されちゃうわけですけど、ね、なるほど、何人かいなくなりましたけどね、かわいそうなことをしました、しました、永遠に12時間こうやってますね、踊ってますね。豆腐が多いのは嫌ですね、あ、これは何か、誠監督のニラちゃんが一応一応ですけれども、はい、今試験的に上げてたの後ろのカノンの部分なんですけどね、はいはい、それ あの部分を打ち合わせしてるんですよ、ニラちゃん、はい、これはなかなかうまくいかなくてです、ワイヤーでこう持ち上げる感じ、それをニラちゃんが下でワイヤーで引っ張ってるんですけど、ね、はい、
あれがこう人力なもんですからね、タイミングがうまくいかないんで、重いしね、はい、20回ぐらいやりましたね。それかっていうと、その一番難しいと思われたそのシャイアンが一歩踏み出すっていうシーンがあったんですけど、ね、あそこはあのほら木の枠でシャイアン釣りまして、両側でこう4人でですね支えて、はい、寝そべってたニラちゃんが足を動かすっていう、かなり難しいかなと思われたんですけども、はい、ここがどういうわけ、一発でいきました。酒と女の力でしょ。そう思います。ジルメダインはあれですね、シャイアンに比べますと随分小さい感じですね。そうです。これは全高が大体60センチぐらいなんですけど、まあ、シャイアンに時間かけすぎて他のところ気を取られていたんですけどね、やっぱ敵役もいないところはまずいという、ソフトビニール人形で弾劾王となるという、それの頭をすげ替えただけのようなやつで、いろいろ前いじったんですけど、一晩で作ったと。一晩、大体いつも一晩あれだなんとか、いつも一晩ですね、一晩中になる。なんかこう撮影スタッフの間ではですね、セミダインちゃんとか呼ばれて人気があったんですけどね、カメラマンの人が頭がいいもんですけど、そういうふうにエスメラルダっていう説もありましたね。あ、小さい、ね、小さい人ですね。小さいですね。これ砂漠にですね、トノコを巻いているところですね。発泡シロールの板に起伏をつけて、はい、あ、これは珍しいですね。シャイアンの走るシーンですね。シャイアンは両足を取ると時速4キロで移動できるという証拠ですね。なるほど、うん、止まってますね。3人の人が絵を描いて道になる。でこれはですね、最後、シャイアンが銃を持ってこうぐわっと回転するシーンの練習風景ですね、はい、実はこうなってる文楽ですね。金井選手工業です ね, ですね。プロばっかり踊ってます、ね、楽しそうですよね。この辺はあれですね、カメラも手持ちで寄るんですよね、楽しそうですね。ここはニラちゃんの、これはあのパイロットの木と松本のフィギュアが、はい、あのコックピットに入ってます。下からあの角棒が出ているもんで、それであのセサミストリートの上演のようにうなずいたり横向かせたりしてるわけです。なるほど、なかなかうまくいったと思います。いってますね。どうも、まあ、このようにしてですね、今撮影されたわけですけど、まあ、アニメパートにしても実写の方にしてもね、かなり力入ってますんでね、まあ、せめて感想などをですね、ユーメックさんの方に送ってもらうと嬉しいと思いますね。